はい、どうも皆さん、ほらこんにちは。今日はですね、ハロウィンといえばかぼちゃですよね。おもろいかぼちゃがね、この前取れたんですよ。はい、こんなかぼちゃ、はい、これを見た瞬間ですね、これやんってね、ラグビーですよね。ラグビーボールっぽいなと思ってですね、これをハロウィン的なね、ものにしたいなと思ってビビッときたのが、ラグビーならぬラグビーボール、ハロウィン、パンプキン、ランタンを作りたいなと思います。彫刻刀とかね、ちょっと用意しましたので、一応出刃包丁とか、あと一応手袋の方もありますんで、やってみようかなと思います。いやっほー、どんなテンション、いやっほー。 You are the stranger in the corner on the second floor. You're the girl next door. The girl next door. はい、お疲れ様です。暗くなったんですけども、はい、テレテレテリーン、できました。はい、その名もラグビーランタン、ラグビーとね、ラグをかけてラグビーランタンですけども、じゃあこちらにですね、点灯をしていきましょう。こんな感じでクリップをね、改造して装着できるようにしました。もうね、暗いですよ。真っ暗。はい、どんな感じでね、明るくなるのか楽しみですね。めっちゃボケてる。まずはね、ランタンモードじゃなくて、これをね一回外して、つけてみましょう。 Here we go。 すごい、いいねこれ字が見えてる。はい、お疲れ様でした。正直ですね、想像以上に良き、はい、いや、かなり綺麗ですね。気に入っています、びっくりしています。そしてね、すごく香ばしい香りがしています。熱気でこう、もうそこ上の方焦げてるんですよ。美味しく食べれそうです見えづらいと思うんですけど、この中の方焦げてますということでですね、今回の動画は終わりになります。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。これからですね、自分の畑、スタジオみたいなところを作ってるんですけど、キャンプ場みたいなところもね、進捗も皆さんにお届けできたらなと思ってます。今一生懸命作ってます。はい、ということで、今回の動画は終わりになります。最後までご視聴くださってありがとうございました。セパタクローでした。グラシアス。In the best ways, and I'm back again on the street. But then out of the blue, wind starts blowing in a way.